こんにちは。これってさ、写真は OK だけどいいのかな。ちょっと恥ずかしくなったんでやめます。はい、お久しぶりです。温泉モデルのしずくちゃんです。 YouTube の皆さん、チャンネル登録ありがとうございます。もうすぐ5万人5万人目指して頑張ります。今日はお部屋を変えたのでダイソーに行ってきました。めっちゃ買った、7月にオフ会をやらせていただいたんですけど、オフ会の時のお小遣いというか、いただいたお金からダイソーでYouTube 用の装飾を買ってきました。まず1つ目、もう入らない画面になんかかけるやついっぱい買ったのでどんどんいきます。もみじはこの色とこの色を買いました。もみじはできればなんか秋っぽくこうこんな感じにしたい。あ、めっちゃ一生懸命だったのに映ってないし、もみじでしょ。またもみじ、それからこれこういうやつ入ってる？こうあれなんかこう切った方がいい。こういうやつ、こういうやつ、なんか顔が入りきってない気がするんですけど大丈夫？こういうのデビルスティック、レザー風デビルスティック。あとはカチューシャ、うさぎ耳、大人用新種。うわっ、大丈夫かな。あ、全然映らない、全然映らない。こんな感じ。それからこれかぼちゃ、あとは下駄。これなんかかわいいなと思ってマグネット冷蔵庫に貼ろうかな。これもマグネット、なんか鳥とうちわ。あとはこれなんかマグネット、これを引っ掛けるやつ。それからこれコーヒーのフィルター。なんでかっていうと寒くなってきたので、コーヒーをあったかいやつ飲みたいなと思ってこのコーヒードリッパーを買ってきたのでフィルターも一緒に使います。これも100円、すごいよね100円。コーヒードリッパーが欲しくて。コップあるんですけど、あれコップが大きい。ちょっと待って、このコップには対応してないらしい。あ、まあダメじゃないけど元気かもしれない。あと保冷剤です。温泉に行くとき2リットルのお茶をよく持っていくので、そのお茶を冷やしたり、夜のお酒缶ビールとかを冷やすために買いました。保冷剤、今まで板氷使ってたんですけど、板氷なんかこの前穴が開いてクーラーボックスなんかびしょびしょで車もびしょびしょになっちゃって、そうなんですよ。なのでクーラーボックスがカバンみたいなクーラーボックスを使ってて、なんていうんですか、でっかい重たいやつじゃなくて軽くめのやつ使ってるんで、とりあえずこれは便利だなと思って買いました。でも固まるのに6時間かかるみたいで、6時間って大丈夫かな。今から凍らせれば明日持っていけるはず。よし。あ、あとこれキーホルダー、モンスター、鍵につけようと思って買いました。100円ならいいかなと思って買っちゃった。可愛くない？こんな感じ。めっちゃ可愛い。やばい。目がキョロキョロするんですよ。わかる？目がキョロキョロしてる。そうなの。以上、18点なんですけど、18点じゃないか、17点で1800円くらいだった気がする。200円商品は買いませんでした。これがダイソーの買ってきたものです。では装飾していきたいと思います。装飾するぞ。まずこれらをもみじをどこにつけようかな。なんか秋っぽくしたくてもみじ買ったのはいいんですけど、なんか背景もみじってどうやってつけたらいいの？なんかどうしたらいいの？これ裏だったらいいの？こんな感じ？いまいちピンとこないんだけど。センスないでしょ。どうしよう。なんかそう。もうちょっとさ。背景さ、下がればよくね。どうなのこれ。なんかいい方法を考えます。あ、分かった。もみじをもう分かった。ひらめいた。ほら取れた。こうやって貼ってくる。いいんじゃない？その方が。ほら。すごい、一個ずつこう取れるの。ほら。ほら。よし。もう冬の木って感じ。これはそしたらセロテープかな、この辺。あ、もう1本でよかったじゃん、4本も買ってきちゃって。ちょっと紅葉赤になったら赤を使うということで、お水風呂とかやってみると、お水風呂いいかも。後でもみじ風呂を取ります。もみじの沈むんじゃね、パパ沈むんじゃないかな。どう思う？私は沈むと思う。沈むと思うな。よし、できました。それでは一旦これをもみじ風呂に使うので、それで乾かしてから装飾していき、この辺装飾していきたいと思います。とりあえずしょうもないダイソー購入動画でした。あ、そうだ、給与明細っていうABEMATV さんの番組に密着取材していただいたので、よかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。なんかカメラ目線って恥ずかしいですね、あとなんだろう、あ、仲間を紹介します。こちらポンちゃんです。ポンコツのポンちゃんで、こちらがハリーくんです。ハリネズミです。で、こちらがハリーくんのお友達です。ジュンさんです。で、ジジです。あと、ここにいるのはコルテオ。あ、キュリオス見に行った時のクッキーが入ってた缶です。見えないところに飾ってあります。あと、ここにあるのが色紙です。オフ会をやった時に書いてもらいました。来てくれた方にこれを見て頑張ってます。あ、口紅ついちゃった。実は2枚あります。こちらもいつもパワーもらってます。はい。たくさんいつもコメントいただいてて、いろんなコメントをいただいていて、全部読んでます。ありがとうございます。あと、ピンポン？はーい。Amazon の欲しいものリストに載せていたもの、どなたかが送ってくれました。ありがとうございます。わあこんなタイミングでありがとうございます。わあ、ちょっと早速開けます。よいしょ。ハサミがあるので。なんだろう。最近星読みリスト全然更新してない。なんだろう。これはやばい。青汁。欲しいものリストからじゃなかったです。自分で買ったやつでした。青汁と、これ洗剤って買いに行くの重たいから。大きいやつ、なんか Amazon の定期便っていうのがあって、それを最近買い物すぐなくなっちゃうんです。洗剤毎日やるから、タオルとか洗うし、そうだから定期便を利用することにしたんです。この大きいやつ、重たいから、それで普通に買うより安いかなと思って定期便にしました。わーい、なんだ、自分で買った定期便じゃないか。あー、青汁飲んでます。青汁飲めるんだ。えい。こんなことある？久しぶりの動画撮影でこんなピンポンみたいな。あ、そう、欲しいものリストもよかったら、なんだっけ、載せるので。よろしくお願いします。